はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう、ビルド編ライブ配信始めていこうと思います。今回もちょっと高速道路に、高速バスを走らせてみたいと思います。いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my Twitch アカウント、いつも通り Twitch で配信しております。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please。 そしてアーカイブは YouTube にでもアップロードいたします。2日後27日21時頃からプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after premiere live my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。おかげさまでツイッチのフォロワーが70人いきましたね。非常に嬉しく思います。ぜひ、今後とも応援、視聴、できればチャットもよろしくお願いいたします。ということで、この、伸びた高速道路ですね。あ、こっちできたな、ついにこの建物ついに完成しましたね。これどっちだっけ、住宅は超高層ビル、こっちは超高層ビルか。僕は住宅建てとこうか。でも建てられるのかな。あ、しまった。そういうことをしてくれたんだ。一度公共施設でスペーサー入れて、でそのさらに上に高層マンションを建てましょう。あ、資材ちゃんと残ってたわ、よかった。地下見てみましょう。もう資材ギリギリでしたね。向こう側にはありますが、多分そこの資材は引っ張ってこれないんじゃないかな。あー、なるほどね。ちなみに現在の人口は32万6840、住宅率 11.1% だからまだまだ低い。まだまだ住宅建てられますよ、バンバン。22時台か。何台止められるんだろうな。バスがやってきた。つまりここギリギリ3台なんですね。ってことはここで止めるわけにはいかないってことか。こっちか、こっちは2台ですね。なのでこっちは1台までか。あって、でもまだこっちが延長するときにバス入れなあかんから、はい、これで
死なせますってわけにはいかないよな。で、どこを結ぼうかなといったら、ここの駅のバスターミナルを結びます。あれ、ここ幸いなことに、嘘だろう、一台のバス止まってない。じゃあここに、バス入れましょうか。意外ですね。なのでどうしようかな。逆に夕方始発のバスとかどうなん？何時間で結べるかですよね。ここ。そうなるとここ171番じゃちょっとまずいよな。だってバスの系統が違うからな。え、この辺のバスってみんなどっから来てるの？あ、この辺とかか。60番台。こっちが130番台。130番台ですよね、基本は。ここは？ここは65番台なんで、60番台のバスが多いってことか。こっちは？こっちは1台止まってる？止まってますね、これは。ループバスか。意外とここバスが少ないんで、いずれはバス路線を立てないといけない。50番台ですね、この辺は。およそ2台止まってる。ここは一応ないんですよね、足立駅東口は。ここにバス走らせましょうか。うん、でもね、足立駅って長距離じゃないですか。でもいいのかな。この足立駅東口、ここは何番だ？55。56番、57番、
だから、まあ、59番にピンク色の、あのハイデッカーバスを投入しましょう。この59番はこの安田池駅東口から出ていくバスってことになるのか。で、安田池駅東口から59番だよな、通過して、まっすぐ行って、まあこう回ってもいいかもな。高速のやっぱり降り口だよな。例えばここからこう置いてここに行くとなると、そう、どうしよう、遠回りになるじゃないですか。まあ、ここはもう無視してもいいっていうんだったらね、ありですけど、どうしよう。まあこっからだったらもういきなり高速乗っても構わんもんな。乗れるとこは結構あって、こう結んでこっからもういきなり高速乗っても構わない。え、これどっちがどっちだったっけ。片側車線なんですよね。こっちですよね。こっちの通りだ。で、こっち行くかっていう感じか。なので、こっちからこっちへ行くバスですね、これは。ということは、こっちからこう向かって、ここからこう入る手もあるんですよね。まあそうでなければ、あ、ここからは降りれないからな、もう。そんなことはしないか。普通にこうまっすぐ行けばいいと思う。なので、まあちょっと、あの目的を絞るならどうするかっていうところですよね。こことのつながりもあるからな。まあでも、あの直通で行きたいって重要ですよね。大事なのは直通で行きたい。
まあこっち側からとかかな。でもまだあんまり高速が充実してないからな。こっちはまあ無視して、そうすると一般道を通ってこう乗って帰りはこう行って、まあここは1回しか行けないからな。考えると、ここの南を回ってしかないな。59番を右折して、通過して、通過して、まっすぐ行って、新井駅東口。ここに何時出るかですよね。逆に夜行バスっていう手もあるんですよ、ここ。これだけの距離があるんだったら初の夜行バスもいいかもな。つまり20時ぐらいに出し、21時ぐらいに出て、まあ20時ぐらいかな、20時ぐらいに出て、こことここの、あ、そうだな、行き違いだから20時に出たら20時15分に出ないといけないな。でもやっぱり8時12時かな、やっぱり。往復で8時間って無理でしょうからね。まあこれでいいや。基本20時で、行きます。で右折、直進、これなんだ、高速だ。え、なにこれ、あ、ここって出口だっけ。いや違うわ、塗り口だ。だから
学校入るしかないから、これでいいんだ。で、ここか。59番は。停車時間5分ぐらいであろうな。で、まっすぐじゃない、これもう右行くんだ。これでで左へ行って、ここは右か。で、あとはまあ見れば分かる通りで高速を通ってっていう感じですね。あとはもう、こうしないと多分高速で勝ち目ないと思う。バスが鉄道に勝つには。で、あ、すごいな、地下鉄がもう止まりまくってる。まっすぐで、ここもまっすぐで、まっすぐで、まっすぐで、まあ、とにかくまっすぐだよな。どっちだろう。これもまだまっすぐ。ここですよね。ここで左折して出るってことか。で、右折だ。これって時刻表的には全然大丈夫だな。で、ここ通過。ここは直進。ああ、まあでもここにこう行ってもいいかもね、一回だけは。つまりこう行って右折して左折して、ここはまっすぐっていう感じか。で、ここは折り返しで、本運転車か。
で、必殺説どっちがいいんだろうな、これ。まあ、距離が短い方がいいんだろうな。ってことは、これが右折でってことになるね。で、ここは10分停車で、当然折り返しで、ってことかな。ここバス停ないからな。ここを右折。ここあとはあの普通のバス停は通過でここも左折ですよね。ここ入るってあれよく考えたらこれ入るとこしかないから全部もうやってもいいんだ。で左折直進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 ないですよね。で、まあまだ直進だから。右折右折だよな。で直進結構やっぱりあのランプがすごい多いよな。あ、ここで降りてもいいんだ。単純に高速ならな。まあでもここで降りますね。さすがに右折で。で通過直進っていう感じですか。まあ、橋渡るまで待ってここで降りたらどうなんだ。降りたらまあまあここで降りて両方通ってっていうのもありかもな。逆にう
つまりここで降りる、左折して降りる信号はここで右折、まあ、左折でもいいんだけど、右折選んで左折選んで、直進選んで、でここは停車して、ここ左折して、まっすぐ選んで、で左行って、でそうするとここを来るから、直進じゃなくて折り返しを選べばよいってことか。はい、ということで、テキストエディター的に言えばこんな感じのルートか。で、台形から ということで、この系統は59番の系統ということになります。あれでも大丈夫か、59番は
10時から一応12時までか。今1時か。なのでやっぱり3本止まっちゃいますよね。ここは何本止まるんだ。まあでも大丈夫でしょう。今度列車が出ていきますね、足立駅からは。まあここもいずれやっぱり拡張いりますよね、いずれはね。コンビニはここにあるんだけど、コンビニは立ち退きさせて、このバス停もどうなるかわからないですが、こっち側に伸ばして三面六線の駅作るかな。いや、二面四線のままなんだけど、通過線を設けて、この上を越させて、っていうことをやろうとは思ってます。通過駅はここホームを越えちゃってますけど、今までだったら。あと、そろそろだな。59番のバスを、バスを配置しないといけない。ここバス路線ないんだ。さあ30分後に出発ということになります。で、ダイヤウィザードを付け加えて続行させます。なんか黄色になってるやん。もう色じゃないや。黄色、桃色のつもりで買ったんだから、色に騙された。塗り替え機能なんてないかな。あと10分スタートです。当然右。5分停車で直進ですね。20時47分じゃないかな。まあ、これだけでもう時間がかかっているわけですから、右折。こういう風にしてようやく高速に入ってきますね。でもね、この A 列車高速道路でも
シティーズスカイラインと違ってスピードアップしないのが残念だよな。さあ一つ増えてジャンクションも超えます。ここのジャンクションは特に美しくできたんだけどな。言うほど美しくないか。でもまあここはあの出口も含めて作ってるから、あどうやったっけ、確かそうだったよな。出入り口のランプあったような、ないか。何か勘違いか。まあでもすぐのところにもランプありますからね。さあまだ22時台。時間ちょっとしか経っていませんが、ただね、時間ちょっとしか経ってないって言ってもまだまだ長いです。工程はでもまだ4時間弱ぐらいですよね。あれここで降りるんだ。そうだ、ここで降りるんだな。じゃあ、まあ、ここまでは全然頑張ってるって言ってもいい？あ、ここ間違ってる。ここ間違ってるよ多分。これ左だよ。左折です。なのでここでバスを1回撤去して配置し直しましょう。で再度ダイヤウィザードに乗せて、左折、結構赤の時間が長い。ようやく0時か。4時間以上経過してますね、この時点で。ようやく折り返しですね、ここ。0時24分ってことは、完全にあの深夜バス帯じゃなく、なんかむしろあそこ足立池あたりかを終バス帯になる。足立池なんか新都心っていう感じ。足立池新都心からここへ行くためのバスっていう感じか。あれ鉄道でどのぐらいかかったっけ、足立池から。あったっけな、足立池からここまで結ぶ鉄道って、特急とか新快速とか。例えば E231 とか。
往復で8時間、海浜屋台系からの快速がありましたね。高勝寺へ行く225系100番台の快速があったんですが、片道4時間ちょっとかかってますよ。特急はどうなんだろう。特急もありますね。私鉄和田池行きの681系が、これが往復7時間20分ですからね。まあ、真っ向勝負っていう感じですよね。多分運賃の安さと座席の良さとかで勝負ですよね。ここはさあ、そんなこと言ってるうちに高勝寺駅東口着きますね。すでに1時過ぎておりますが、これ5時間なんですよね。1時4分だ。1時14分かな。なんで5時間、まあ快速と比較すれば1時間マイナス。特急が3時間半ぐらいだから それから比べたら全然見劣りますけど、25時だから5時間でも2ドアだし、ノンストップですからね。もし運賃が安ければと、距離はこっちの方が短いからな。それ帰りは海浜、さっきの臨港駅通らないしな。もっとスピードアップができる。まあ当然臨港の人は我慢してるってわけですけど、ここら辺は一気にもうまっすぐ切ります。まだ2時52分だな。1時っていう超深夜帯、どこだ。あ、はいはいはい、こっち側で空港線を今くぐって、ま、通ろうとしてますね。さあ3時45分なんで、まだ2時間半ぐらいですよ。さあこれは左へ曲がります。で右へ行く、左へ行く、まっすぐ行く、で直進ですね。すっかり朝になりました。4時45分。
甲州寺駅から海浜屋台駅前は3時間半なんですよね。なので681系の特急に負けてない。いい勝負してますよこれ。着きましたね。5時37分。つまり5時45分ですね。でこれで2往復目に、朝の2往復目に出ていくわけです。ほら全然役割が反対になる。逆にまあでも朝一の通勤ルートってことか。1本目はすごい足立家副都心からのそちら方面のなんだろう、お帰り便みたいな役割でよかったけど、この便の需要は何だろうな。正直甲州寺駅比べるとやっぱ落ちるからな。車窓見ていきましょう。これ一往復が9時間45分だ。9時間45分です。意外といい便なんじゃないのこれ。もう1時間早い方が良いのかな。いやそれはないか。3時台になっちゃうからな。おすごいな高層ビル。どんどん高速ビル建ってますからね。ここはってことは結構バカにできない場所ってこと。でもなあ、うわすごいな、ギリギリもいいとこやん。ここら辺の子危ないな。まあ自分が運輸省だったら認めないなこれ。さて、
時間45分だから約10時間20時間は4時間の停泊時間はあるわけですね。つまり午後に午後、まあ昼ちょっと直前に出て、それで夕方前に帰ってくるって感じですかね。観光地向けやったら逆にいいかもね。先が観光路線ならありかもな。一方、臨港とか甲州寺駅だったら夜行バスっていう感じだしな。夜行バスだったら需要あるしな。1往復目はなかなかいいんじゃないかな。2往復目の片方道がな、行き死がちょっと観光じゃないと需要がない感じか。11時ぐらい。5時45分なので3時間経過しますね。この区間を通るあのバスは3往復ってことになってなりますね。ここから先は残念2車線でもいいぐらいだよな。こんなばらけてんだったら、インターチェンジ以外はね。ここで降りるのかな。そうですね、9時過ぎってとこですね。あ、ちょうど路線バスが来ましたね。向こう側は京丹ですね。京都タワーみたいなタワーが立っております。スタバーみたいなカフェがありますね。まあでも結構あの道の東端から西端まで行くような感じなんで、意外とだから距離ありますよね。そこで今225ケースちょうどライバルになりますね。所要時間とか運賃的にはどうなのかわからない。向こうはあの都心駅をターミナル駅を通りますけど、こちらは通らずもう潔くっていう感じですね。
ちょうどあの出発した時入れ替わるように到着です。路線バスを来た、さあ出発です。お、続いては221ですね。区間運転のローカルですね。あ、これとは直接、まあ、ケータで乗り換えないといけないんで競合はしません。あとこれに681系ですねの特急が1本ですが入っているっていう状況です。さあ、まもなく高松寺へ、ちょうど青なりそうですね。さあ出ていきます。ちょっと待たされますが着きましたね。10時35分、こんな感じですね。まあ、上から見下ろして感じで、次の準備をするためにお待ちください。次どこへ行こうかな、路線バスと並行してしまうのでこの辺に関してはやっぱりマイナスは避けられないってとこかな。でこれ2往復目だけど何時までだったっけ。12時か。あれ、なんで、あー、びっくりした。これ追い抜き成功ですね。そしてもうすでに高速に入っちゃいます。さあ、もう1往復をどこに設定するか難しい。受けたんだろうけど、だったらもうここを乗った方が早いしな。こっからつまり降伏して このトンネルはどこ通るかだろうな。ここからこう出てこう行って あこっからだとこう行けるのか。でも自分だったらもうここから乗っちゃいますけどね、高速。うん、じゃあそれで行くか、もう1往復は。赤峰駅前からかな。ただしここはダメですからね。すぐ、ここは乗らずにまっすぐ、
171番か。そうですね、171番ですよね。赤峰駅東口からですよね。ただし赤峰駅東口ってどうなんだろう。まで国鉄は通らずに何番違う、171番だろうな。直進だろうな。電車か5分。まあ、ここでもいいけどな。で、ここ171番は通過、左左折、逆にここは右折で、ここ左折ですね。逆にここに止まるようにします。ただな、難しいのはどこで折り返すだろうかな、からな。右折、直進、かどうしよう。まあ、ここは右折にしよう。ここ左折でまっすぐでいいや。ここから直通だと、もう乗るんですけど、実はそんなにメリットがないから、ここ171番ずっとまっすぐ行くんですよね。ちょっと待ってね、ここは30分になってるけど、ここは20分の32分に変更だな。 T 字路はそう、バス路が全然ないんですよね。ここポイント、で、ここはまだまっすぐか。ここは右だ。
て、まあまっすぐなんだけど、ここは左ってことですね。つまり今までと違って通る高速道路が違うってことですね。まあ、ケータンと同じ高速道路を通るってことですね。ケータンの場合ここを通って、でもケータンの場合でも結構遠いんですよね。そこがね、距離が思ったよりは。最後は171番が使われます。ずっとまっすぐか。ここ全然ランプないんだな。バスが降りる。まああってもいいのにな。まっすぐですよね。あ、もうターミナル駅が近い。一応まだ先を延長できるような設備になっているんですよね。私それが生きる日はいつかっていうところですけど、ここら辺全然ないからな。あとここ全然高速ここ一本しか通ってないから、これもどうするかですね。まあ多分地下に通すんだろうけどな。ここまっすぐ、ここが左かなのはず。そうですね、左折して、ん違う、合ってるか。ここは左折して、ここ右折。ちなみに30分の1時間になってるけど、18分の30分にします。でここもまっすぐで、
ここはこっち行くしかないからこうですね。で多分これはこうだよな。これはまっすぐだろうからな。でここも同様。あ、ちょっと。鉄道公園。鉄道公園ですね、多分。でここ左ですね。左。こっち右ってとこですね。ここは、ああ。なんでこんなに、バランスが悪いんだ？あ、すごい、トラックが、ここで、停車時間が長いようなコースになってる。逆に言ったらこれ問題じゃないですか。こっからはまあこう行ってそうだよな。だから行くとしたらこっから入ってあす。さすがにまずい、これは。で、ここはトラックだから通るわけがないから。で、折り返しですよね。左折して、と入って、これね、左行くけど 190? これが直進ですよね。あ、違うわ。ここは左だ。左だっけ？左ですね、これ。うん、左だ。まっすぐじゃないんだ、左だ。で、これが逆に右なんだ。で、ここもまっすぐで、ここもまっすぐで、降りるのはここってことか。あとは、まあここから
でもこれまっすぐですよね。だからここを左折だ。でここは右折で、ここは通過ってことになるってことですね。左折。これ何時ぐらいだった？こうなるっていう感じです。ちょっとここの2つのあの車庫がどんだけ埋まるか見てみるか。1本しか終わってないように見えるが、2本目埋まりましたね。ミニバスが埋まってる。こっちは1本も停泊してないのかな。いやそんなことはないはずだが、あーでも東口ばっかりなんだな、これ停泊してるバスって。意外にも とすると、もう明美ね駅前から出る便でいいってことになります、うん、じゃあまあ明美ね駅前余裕があるんでここでいいや。ね5時半かな。最終便は20時ぐらいで行こう。14時間半しかないのか。まあでもこんなもんだよな。ここがこうなるから、ここはね、ここも2本なんですよね。まあ2本なんで、もう1本なら止まることはできるんだが、もうあとはノンストップか。
まあ、ここからあのね出発しても面白いかも。ここから慶丹へ行くバスもないわけじゃなかったんですけど、完全に高速経由でっていう感じですよね。その場合はそういうあのバスも成立するよな。私鉄線だと全然出してないし、国鉄線ぐらいだよな。この通るとこが違うし、ここ通ったら面白いかも。ここはあの通るのもったいないから、通れないとなると そうだよな、ここ通しても面白いかもしれないよな。思えば意外に盲点だったな、ここ。まあもちろん高速道路どこまでそれぞれがそんなに大きなポイントじゃないんで、ノンストップで結んでどこまで需要があるかっていうのは半信半疑ですけどね。それなら、あのせめてこっからもう都心だったらこう乗っちゃうし、ここが発展しないとちょっと面白くないのではないかな。あとはここですよね、地下通って、まあ、ここもいいかもしれない。いやそうでもないか、ちょっと近すぎる。だからここ地下通って逆にこの辺とかはありかもな。こことかは面白いかもしれないですね。ここがこうなって、ここがこう止まってってなるから結構、まあ、ここは損かもな。ってことはこっから出てここ通って。こっからこう入ってあたりか、まあこうでもいいですよね。まあでもこうかな。でこう通ってこっから通る。これがJR 線であれば面白いんじゃないかっていうのはありますよね。一本まあここは成立するかな。まあもうちょっと規模が欲しいよな。ただ一本だけじゃダメなんで、この辺の駅とか組み合わせるといい。ここ止められればベストなんですけど、そうなると
多分行きしはいいけど、そうですよね、ランプが意外とないんですよね。なのでちょっと遠すぎる感はある。ちょっとやっぱり使いづらいかな。こことかも面白いかもね。結構副都心感があるんで、こことか。こう通って。ここから下ることになるから、まあこっちでもいいよな。こっちからだったらこう行ってってことになりますからね。でこっからこう行ってもいいし、一息じゃ足りないけどな。つまりこれターミナルじゃないですか。うん、ターミナルへ留めておくにはもったいないような気はするよね。ここでまあ、行くとしたらこっちですよね。この辺か。もしくはここまっすぐ行ってここ通って こうでこことかかかな。つまり、まあ、ここからだと長いよな。正直こっからだったら鉄道でも行けますからね。私鉄乗り換える義理なんかもないし、やっぱりないかな。うん。さあ、ちょっとダイヤウィザードをかけてみましょう。
と何時出発だっけ。5時半ですよね。なんで？なんで？あ、折り返してないからか。一旦撤去。この辺か。56分、6時かな。6時1分か。ケータンの、あの北の方をバイパスするように通過していきます。まっすぐ左折、うまくいけば1往復増やすけどね。ここで左折か。降ります。右へ行く。左折ですね。ここでもうちょっとです。
9時11分か。で、高速に入っていく。まっすぐ行く。まっすぐ行く。これをまっすぐか。で、ここで降ります。2時間ちょっとか、早いな、思ってる以上に。ん？合ってるよな、合ってる合ってる。通過で、通過だから OK。 で、コミュニティバスが通るけど、ここで5分停車ですよね。11時56分。左へ行く、まっすぐ行く。ここちゃんと折り返しになっていることを確認する。12時45分か。ってことは7時間15分ってことか。1往復意外と早いかも。ん？これもう1往復できんじゃないの。まあでも2往復目って20時9時21分の16時台か。16時台は遅いけど、10時間半ってほぼ0時だから、最後深夜便みたいになっちゃうんですよね。し
かもほとんど休みの時間がなく停泊時間がないっていうのも辛いな。まあでも7時間15分だろう全部で、1時半で4時間3時間半はたいきまで、3時間余りだから特急と比べてもそんなに遜色がないっていうか、私鉄だと何と比べるべきだろうな。私鉄で乗り換えるって6万系だっけ？交渉時に乗ってんのって。高所寺じゃない、赤峰まで乗ってる線ってなんだろう。1時間ぐらいで平坦から公園で2時間弱だから、やっぱり2時間半から3時間ぐらいはかかるだろうからな。特急といっても赤峰快速急行が走ってんだ、特急じゃなくて。この、快速急行だったら9時12分に赤峰出て、5円が9時12分か、つまりちょうど3時間か。まあそれに比べたら劣るか、使用時間的には。あ、着いた、つまり2往復ですね。やっぱり使用時間的には劣るけど、その分やっぱり座席の良さとかで対抗かな。4万系が仮に西武4万系が LC かで、まあ勝負したとしても
まあ2往復っていうことですよね。ということで、高速バスを今回、追加で走らせてみましたが、いかがでしょうか。案外ですね、まあその場所の、あの需要次第で、値段次第で競争力あるんじゃないかなと思います。乗り換えなしで1本で行けますからね。本来なら乗り換え必要なところが。そこをまあ狙った私鉄、例えばこの線だと私鉄線からの駅からしか発車してないんで、十分都会のターミナル駅だと、絶対鉄道だと乗り換え1回はいるんで、それがこのバスだともう直通、これ乗るだけっていう感じですから。そこら辺に需要があるんじゃないかなと思います。乗り換えめんどくさいですからね。だから例えば大阪金沢間のとか大阪福井間のバスとかも、京都福井とか、すごい需要出てくると思いますよ。京都小松、大阪小松とか。あんまり大阪って空港、関西圏って北陸圏行く空港ってよくなかったけどな。空港という手もあるんかな。まあちょっと近すぎるかな、空港は。バスがいいのかな。やっぱりサンダーバードが強かったからな、以前は。近鉄バスが例えば大阪金沢間だと2本か、少ないかな。ちなみに大阪からだと5時間25分か、まあ、倍近くかかりますよね。京都駅からだと4時間20分だけどね。まあ、その回期間によって一番安い時は2500円だったりするんですよね。4列シートでなかなか
シートビーチは悪くないんで、高速バス利用してもいいのかな。でもバスはバスでも問題があって、あれですね、2024年問題だからな、難しいですよね。青春昼特急なんていうのもやってるんだ。チョークか、まあ、夜行か。はい、ということで、ここまでとなります。はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 アーカイブは YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after premiere live
まあ、YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。リスライブアーカイブ、マイ YouTube チャンネル、トゥーデイズアフター、マイ YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ、はい、ということで、A 列車で行こうないライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。